にちは、エースケです。今日は僕の無事 T の合わせ方について紹介していきたいと思います。プロフィールからインスタグラムオートベルダーでインスタグラムを見ていただけると嬉しいです。今から僕が話すのは正しくはないし決まりでもないんですけど、個人的な僕のルールというか僕の感覚の話なんで正しいわけではないです。今日着ているのは90年代の USA の無地のポケティになります。僕の個人的なポケティのね合わせ方は、ポケティの下はね結構こうやってワークパンツを履くことが多いです。ポケティとワークパンツでなんかよりワークが出る気がして、コテコテのワークスタイルやりたいときは僕はポケティにバーハートのパンツとかディッキーズのパンツを合わせて男臭いコーデ結構組んだりしてます。ちょっとフェードしてるんですけど、まだめちゃくちゃ黒いんで、もっと天日干しして黒の色がね結構抜けてきたらいい色になってきそうな気がする。たくさん天日干ししたらなんかいい感じのフェードになって、もっとチャコールグレーみたいな色になる気がする。ポッケがあるかないかでまた雰囲気全然違いますよね。今日はカーハートのダブルニーとこの黒のポケティでこういう感じでちょっとワークスタイルでコーデ組んできました。黒とこのグレーの合わせが好きすぎて、もう夏多分こういうコーデばっかしちゃうかもしれない。個人的には黒 T のが好きかな。白 T デニムかっこいいけどね。タトゥーも入れてるんで、黒 T にバシッとなんかワークパンツとか履いて男臭いコーデを組みたいです。僕は今年の夏は、皆さん今年の夏はちょっと男臭いコーデしてみてもいいんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。